いいつもごご視聴ありがとうございますボールの直径多少のズレがありますそのズレが実際にあるのかについて今日は皆さんと一緒に見ていきたいなと思います USB-C のボールの範囲内で多少1ミ、mm、リ2ミ、mm、リなどの誤差のボールが生じることがあります まあ、大きいボールの方が、まあ、もちろんピンを倒すときに有利であったり、まあ、ボールが返ってきたときにボールリターンに詰まりやすかったりします。実際どれぐらいの誤差があるのか、今日は3つのボールを使って検証していきたいと思います。それでは、 まこのそうですねサムホールのあたりから、えー、ちょうどサムホールの中心のあたりですね中心のあたりここをゼ、えー、0ゼロからチから。 始めますでこれをこ、え、う、ー、センチを、えー、測っていきますまず一つ目のボールストームの IQ ツアーパールの SLE ですこれを 測っていきます。はい出ました。え六十四センチと一ミリですね。六十四センチと一ミリが、えー、一周したところになります。 で続いてこちら、えー、ストームの、えー、マッチパールではこちらも同じく、えー、中心のところに、えー、持ってきて測っていきたいと思います。 はい、こちらも、えー、出ました。えー、こちらは、見て分かりいただけますかね。64センチです。64センチ。1ミ、mm、リ、えー、こちらの方を、えー、パールの方が、えー、大きいです。で最後は、えー、こちらの、えー、サンブリッジの、えー スペアボールではこちらを最後測っていきたいと思いますでは同じくサムホールのちょうど真ん中のところですね人差し指と中指が入るところのちょうど中間点に0センチを持ってきてでこっから一周して測りたいと思います では、えー、こちらのボールも、えー、出ましたこちらのボールもこちらですね60、えー、こちらの、えー、ボールですね では、えー、一周して測りたいと思います、はい、こちら、えー、こちらも、えー、先ほどの IQ ツアーパール SLE 同様、えー、64cm と 1mm ですなので、えー、多少 64cm の、えー、ボールが多いと思いますが 64cm1mm のボールが多い中でこの1球だけこの一球だけ 64cm1cm 小さいみたいです。 今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。この動画がいいねと思った方はぜひいいね、コメント欄にコメントの方をください。ではそれではまた次回の投稿をお楽しみにください。